ひろしが洞窟に入る。カメラマンと照明さんの後に入る。洞窟の中には白骨が転がる。何かで磨いたようなピカピカの白骨が転がる。すると突然頭の上から怖い蛇が襲ってくる。なぜか不思議なことに尻尾から落ちてくる。蛇の攻撃避けると動かないサソリが襲ってくる。サソリの次は毒蜘蛛だ。ヒロシは素手で這い落とす。行け行け川口ヒロシ、行け行け川口ヒロシ、行け行け川口ヒロシ、どんと行け。原住民底なし沼にはまる。溺れている原住民の顔は笑ってる。さらに未開のジャングルを進む。道にはなぜかタイヤの跡がある。ジャングルの口に新人類発見。腕には時計の跡がある。こんな大発見をしながら決して学会には発表しない。川口博士の奥ゆかしさに